はい、原さん、だいぶ今日近いところから始まったな、うん、寄ってますよはいなんか飛び回ってますね飛び回ったら飛び回ってるまあでもこれでもあのコロナ前に比べると半分にしてもらってす半分にしてもらってます、はい、今日はあすよ。ですあの原田の場」始まって以来初めてぐらいのちょっと珍しいゲストの呼び方をしてましてしてますねちょっとこれは実は俺のリクエストなんでそうそうね <laughs> しゃべりたいしゃべりたいって前から言ってたのでそうそうそう あの大阪から呼びましたああわざわざはいということで早速原さんから紹介してくださいはいえっ、ー、ともはやどこのコミュニティと言えばいいのかわからない <laughs> 俺,俺印象としては本来ギルティーギアなのかなぐらいに思ってた、えー、方なんですけども僕がちょっと,、えー、と直接お話ししてみたかったはいこちらドラ君ですどうもクレジラくん所属ドぐラですよろしくお願いします 食べながらでめっちゃ美味しいです。あの <coughs> そのそコミュニティの違いでいろいろ聞きたいんけど鉄拳ギルティギアストリートファイターこの3つでいうとこれ多分3つまたいてる珍しいパターンだと思うからどぐラくんなりのう視点でいいよどラらの主観でいいから主観で見た時のこう特性コミュニティの特性の違いみたいなってなんかある鉄拳は、うん、あの 若いその言ったらもうヤンキーの人がやっぱ多かったっすああそれ特に奈良とかにいた時のゲームセンターのイメージってことなあゲームセンターそうですねあ,<ー>あの僕の地元のゲームセンター、うん、なんかぼち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 柄悪いゲームセンターやったんですけど、うん、まあ大体地方はそうな、うんだもあの

たっすね、うん、ほんんまにゲーム好きななかこの人らみたいなマスターカップとか俺最初行った時びっくりしたもんね集まってる人たちあもうそのゲームの集まりじゃないやろって、えー、駐車場に<う>駐車場にめっちゃもうなんか騎士団みたいな人たち <laughs> 俺めっちゃ怖いこれ何これと思ったらみんな「あこんにちはーす」ーみたいなって「えー、なんかこんにちはーす」って言われてる俺もなんか周りからみたいな勘違いされていやいやあのそういうコミュニティのリーダーじゃないんですみたいな。うん そうさそれはあるよね。うん、で逆にあのストリートファイターはストリートファイターは、うん、あの本当に幅広いです。あ,あなるほどね。うん。言ったらもう本当に若い人もいればオ、うん、タクもいるし、うん、普通の兄ちゃんもいるし、うん、大人もいるな,っていなる。なるなるなる。だから結構なんかスーツ着た。うん まあちょっと悪い言い方したらなんかくたびれたおっちゃんとかでも全然から学生まであそうそうから学生までみたいなやっぱ幅広いなっていうイメージですねストリートファイターはギルティギアはギルティギアはやっぱいわゆるゲーマーだからまあオタク気質なあのいやでもそうでしょうなうんそれはもう俺もそう思うわが多かったっすね今でも ゲー,マゲームセンターってなかなかねちょっとなくなってるけど、うん、もう今今でも逆にインフルエンサーとかそのネットでの盛り上がり見て始める人って多いあ,あそうですね<や>そうっすねで e スポーツとかっていう言葉から入る人もおるわけやん、はいはい、そういう意味では混ざってきてる気はわからへんゲームセンターって見えるやんやっぱり客がそうですねで今見えようになってるやん、うん、そうだからう一緒なんかな今もいやえっとね今も一緒やと思ってたら えっと僕前、ああのまあライアットさんのやってるライアットワンっていうイベント普通にプライベートで行ったんですよ、ほんだらもう若い子とか若い女の子とかにそのまあ声かけてな何回か声かけてもらったんですけどもうそこらへんの子がだからあの格闘技のックス買いましたみたいな、うん、結構言われてえ、ほんまにやってんの、自分らみたいなって言いたくなるような。 見を見まねみたいない。そう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 が何回もあって、うん、だから原さんもしかしたら、うん、蓋を開けてみたら、うん、ええー、みたいな。いやでも一個データがあって、はい、その鉄拳って。はい まあ知ってる人も知らない人もおるかもしれないけどその売れてる本数とかアクティブユーザー数ってめっちゃ多いねんな、はい。いや知ってます。はい、めっちゃ多いねほんまに。でまあいわゆる国産格闘ゲームの中ではもうその1対1の格闘ゲームでいうともう随一世界で言えば多いねんけど、うんうん、多いのにこ,これは多分感じたことあると思う実感としてあると思うんだけど、はい、いわゆるその実況とかストリーミングとか遊びながら話すとか。 はい、あの、あ,のあ,のあの、ネット中継しながら遊ぶとか。の。視聴、うん、数とか、視聴、それをそもそもストリーングしてるやつとかの数は少ない。はい,はいはいはい。で、これは。やっぱり。その。さっき言ったゲームセンターのそう、あの人なんからそんなことするわけないやん。はい、いや、絶対しないす、ね。それ、それやもん、ね、<laughs> 影響してるっぽいな、ね。はいはい,はい、はい。ヤンキーがやってるとまで言わんけど。はい。 まあ言うたら「いやその別にそんな誰かに見てもらうたぶんやってもらうわけちゃうし」みたいなとか「うん、いや俺別にその誰かのや見たいわけちゃうし」みたいな<で>俺が「俺はお前より強かったらそれでかまへんし」<ー>みたいなで「しかも別に鉄拳しかやらへんし今日も今日も20回ぐらい誰かボコれたらそれでええから」みたいな気質が多いので <laughs>、はい、あんまりネットのネット界隈のコミュニティがはそんなにあ密接じゃないとい密接じゃない人が多いのよね、うん、タイトル 別で、西と東の違いってあるの。ギ、ギルティの、えっと関西は、うん、なんか守り中心の攻略。守り、攻略をやる。そうそう、防状に重きを置いた攻略、やってて。えっと、東京のギルティは、もう攻め。うん、もう、いかに相手を倒すかっていう、その攻めの部分が。が違う、違うとある。そう、攻略が進んでて。 ど,どっちがぶっちゃけどっちがそれは方向立てみたいな話だけどどっちが強いわけそれいやまあ,あそトントンかまあでもトップトップ2人で比べたらトントンやろなそりゃ、はい、全体的に言えばどっちの方が良かったんそのギリティーの,のやってた時代のいや全体的に言うと、うん、やっぱり東京の方が人多いしあ<ー>その総力戦やると、うん、絶対関西負けるわけ絶対負ける。うん その数のあれ差が違うから出るんですけど、えー、とその守り中心の攻略で、うん、えっとね200820092010ぐらいまで関西勢が攻撃っていう全国大会優勝したりしてたからかい,いやほんまに本当に青春です。うんうん、なんでまあ関西をちゃんと強いって認めてくれてる、うん 人もかなり多いとは思いますやっぱりで鉄拳だとなんか東京が守り中心の攻略であそう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 それはだから多分韓国とうの影響もあると思うけどね。うそ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 うっうそ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 ううそ で関西人は確かにね攻め攻めの人多いもんね鉄は三島でもうとにかくプレッシャー与えてるそう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 ,そう,そうなんでやっぱタイトルと地域ごとに結構さ出るなっていうのは僕の例えばそれどういうふうにまだ、あのックスはそこまでその色合いは出てないのかもしれんけどその456、はい、ぐらいの流れで言うとなんかあるの西と東で違いみたいな感じるとこある やっぱりね東京は、うん、関東はやっぱね強いって言われてるキャラの数が圧倒的に多いそこの層が分厚いと多いいすねいやいやもう数多いから淘汰されて合理的になってしまうんやろうな、うん、どうしてもなまあそれか、うん、多分弱いキャラ使うと、うん、その強いキャラが多すぎてあんま勝てないから、うん、みんな強いキャラに一旦そっち覚えようかなるんやそうなっちゃうんじゃないかなと勝手に思ってます、うん でもネット対戦の時代になってきたからもうそこもまあそうっすねあと攻略もほら上手い人がネットで教えてしまうからあそうですね情報化社会インターネット最高って感じでもうなんか有名な人のセットプレーとかあのコンボとかもう次の日には知らない人がやってきますからねそうや、うん、な今はそうやな昔は確かにね俺が俺から開発の立場で見とってもはい なんかと今、今日今日大阪勢が沿線に来てるんですよっていう場見に行ったらなんか東京のやつらがみんな結構別に負けてるわけちゃうのにみんなめっちゃ怖がってて何,はい、はい、何がそんな怖いのって <laughs> いやあいつら先行列ッのあの確定かどうか分からないので必ず打ち切ってきから当たった時は絶対に <laughs> 絶対にダウンとられるんでめっちゃ怖いんですけど、はい、みたいな「止めないんですよあいつら!」っつって。 今「スリートファイター6」6、うんまあ、発売してはい、はい、なんか、まあ、結構あのいい感じにはあれ流行ってる思ったよりは全然本当にあの跳ねたなっていう印象なんですけど、うん、一応その売れたっていうか流行った理由の一つに、うん、やっぱ導入部分初心者への、えー、と導線が良かったなっていうイメージがあるんですね僕は。 本当に全く格闘ゲームやったことない人にも、えっと、なんか格闘ゲームのなんかコマンド練習させるんだとか,、まあ、なんかこういう感じで対戦すんだよっていう <laughs>、うん、ゲーム感をあのちゃんと普及させたりとかででであとはやっぱり、えーとまあ、モダンシステム、うん、あの必殺技コマンドがやっぱり始める時の一番の障壁って言われたのを、まあ、取り除いたのがやっぱりかなり大きな要因かなと、はい 思ってるんですがあの鉄拳8で、うん、その原田さん的には何かそういう初心者のための、うん、というかその初心者へのなんか動線をすごいなんか気にしてるというかそこは何か気をかけて作ったデザインした部分とかってあるのかなと、うん、個人的に思いまして。あのー 真面目に答えると本当に広告宣伝みたいになっちゃうんだけど、めちゃめちゃ気にしますよ。ああそうなんです。もうそれはずっと気にし続けてて、うんと。 まあ、た例えばいろんなアプローチをしてるんだけども、はい、あの必ずしもこのいわゆる初心者って言い方がいいのかどうかわかんないけど、まあ,あとちょっと興味あるだけの人とか本当のビ意味でのビギナーだったり、はいうん、久々の意味で久しぶりにやる人とかあと今回からやろうって本当の初心者っていう、うんまあ、いくつかあると思うんだけどその人たちは一律にこのルートで行けばんかハマってくれるっていうのは俺一律にはないと思ってるの ままままままあ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 、まああ、うん、例えば「ストリートファイターも」もはいこれみ,みんなよくその、うん、とワールドツアーがあって初心者の導入うまくなってるって言ってる人いるけど、うん、でもあれも普通に理論整然とちゃんと要素を並べて見てみると、うん、別にワールドツアー自体は、うん、あそこからの動線で別にそのランキンマッチにじゃあ行くようになるかとか、うん、対戦につながるかって、うん、俺そうはな,な,ないと思うんですよ。はい,はい、はい ででは理屈ではなってないんですよな、はい、なってないんだけどワールドツアーっていうなんかアクションゲームに見える、うん、なんかこう対戦ゲーム以外のところで楽しめるんじゃないか、うん、これはだからつまり対戦できない人でも楽しめるんじゃないかって思わせたことがすごく重要なわけですはい,は,いは,いはい。そこでマーケティングもうまかった正直言うと。でみんなこれ誤解しがちなんだけどはい、はい、えっと プレイをしてから気づくその初心者導入に対しての良さみたいなのは、うん、いすごいちょっと極端に言い方する相手、ド、はい、それはあんまり意味ないんですよ。なんでかっていうだってそれ手に取っちゃってんじゃんゲームも。そう,です、ね、もう買ってるだから実はそこに手前が重要なんですよ。手に取っちゃったのは何なのってことの方が本当は重要なんですよ。はいはいはい どうして手に取ったのかと、ね、だからあのみんな手に取った後の中身を遊んでからここが良かったんだこの,あの例えばモダンが良かった、うんまあ、ワールドツアーが良かったって言うけどそれやっとるやんもう違うのモダンがいいと思わせた、はいえー、ワールドツアーがお俺,な俺でもできると思わせた、はい、ことが重要なんですよ。そそういうい意味で非常にそこの今回は 今回からやってもいいんですよって思わせたマーケティングがまず実はうまかった。そっちが先なんです実は。これ後だとみんな誤解してるんだけど違うんですよ。そっちが先なんですよ。手に取る前からその情報がいろんな人から発信されたでしょ。うん、あれはねカプコンさんの国内、うん、特にね国内のマーケティングが今回はすごい力入ってて。うん あいろんな人はやっぱ使ってそれを伝道師のように代表となるインフルエンサーだったらいろんなコミュニティのその代表でやっぱりこうスピーカーとなってくれる人に <laughs> やっぱうまく言わせてたし、うん、そういう記事も書かせ方もそうだしまとめサイトみたいなところにうまくこう出てくる表面的なキーワードとして見た人たちがあれ集まってきてるわけじゃゃんで手に取っちゃっちたわけじゃん。 なるほど,なるほどで手に取った人が「さらにあるよもちろん手に取った人が本当だ」って言ってさらに言うのもあるけどでもやっぱり手前1・0で言うとそっちがゼロなわけですよ。そのゼロの部分を先にうまくやったっていうやり方がうまかったっていうのが大きくて鉄拳、うん、もすごいいろんなアプローチやろうとしてて。は、うん、はいま,あまずはその モダンっていうところでいうと、はい、うちはあのスペシャルスタイルって言ってうん、うん、えっと逆に言うとこのトリガー一つで通常操作といわゆるモダンみたいなものを行き来できるようにしてるわけでしょ。押したら切り替わるからストリート入ったの場合は一回モダン選んだらずっとモダンで遊ぶんだけどそう,そうあのオプ,ションオプション設定に入って戻さない限りはね。はい、鉄拳の場合は 対戦中にどのモードでも切り替えるようにしてるから,はい、はい、だ,からだから対戦中にシーム, <laughs> シームレスに切り替えることころですよね、はい、だから俺とかは特にやってんだけど新キャラとかのこう空中コモわかんないんで、はい、立ち合いは普段の操作でやるんだけど、はい、ボンって浮いた瞬間にトリガーをしてあの空中コモボタンを連打してもしくは浮かせたい時だけもうカチって入れちゃってガード中に入れちゃって、はい、ボンって撹拌でそれ入れるとかはい、はい、まあそういう まあ器用な使い方とかどっちかっていうと初心者もそうだけど新しいキャラをいじりたいベテラン向けにしてるみたいな意味で結構その汎用性の高いモダンシステムっつったら変だけどいわゆるスペシャルスタイルってい入れていたりであとはあのーアーケードクエストってあるじゃんアーケードクエストっていうの入れてるんですよ。あのののの鉄拳はメインのキャラクターーーーストーリーモードっていうのを とんででもない金額をかけてですね、はい、数億ってレベルじゃないいですからねは数十億みたいなレベルでお金をかけて、はい、ストーリーモードって入れてるんですよこれがやっぱりストーリーモード入った後が他社競合他社にはあんまり,あんまりないリッチさいやー、うん、まああのセブンのストーリーモードめちゃくちゃすごいなと思いました、ね、あでもあ,あれより全然すごい,いあれの最低でも1.5倍から1.78倍ぐらいの、はい。 そのボリュームとクオリティがとんでもない今回ねあのすごい、えー、ほんと1本当一本と映画一本え一本どころじゃ何本か本当シリーズのドラマみたいなぐらいのちょっとリボリュームかつクオリティで用意してるんだけど、うん、まあちょっと格ゲーとは思えないぐらいの力のやり方してるんですよはいはい、はい、でそれは逆に言うとまあそれはそれで一つあこれ対戦できない人でも買える全然パッケージゲームとして遊んでもいいやってお金払えるぐらいのものにはしてるいわゆるコールオブデューティの、うん キャンンペーンモードぐらいの、はい、格闘ゲーム版みたいなそれを作るぐらいのつもりで作ってる、はい、でそれはそれとしてあるそれはキャラクターのいわゆる世界観のストーリーでして、はい、もう一個プレイヤーサイドのストーリーってことで、はい、えっとアーケードクエストっていって自分のキャラクターのアバター自分作って、はい、でそれで、えっと、いろんなこう日本とか世界中のゲームセンターを回りながら鉄拳ワールドツアーに最終的に参加していってこう 優勝目指そうプレイヤーサイドの体験がをはゲームセンターの物語みたいなのをあえてゲームセンターがなくなってきてる世の中、はい、特に欧米の人はないから,、うん、からあそういうゲームセンターの良き日の体験ができるようにまあいゲームセンターのライバルがいたり仲間がいたりみたいな体験をその追体験しながらできるモードを用意してるんですけど、はい、そこが、えー、そこがアーケードクエストってストーリーモードなんだけど、はい、要はそ要は。 平たく言うとそこは物語性があってゲーム性があって面白いこうナラティブに進めれるゲームになってるんだけどうた、ん、平たく言うとチュートリアルななってるるんですほだからあのうまい人はいろんなもう別に教わらなくてもできちゃうんだけどはい下手な人はそこで本当にそのゲーセンの仲間だったり、うん、師匠であるマックス君っていうのがいるんだけど彼がすごいいろんなことを教えてくれるみたいなモードになってて。だからそこをクリアしていくと、うん まあ鉄拳のイロハがいわかるはい、でそこを通った後にえっ、ー、とーまあそこのモードでもちょっと中で触れてるんだけど、うん、いわゆる今回の今回ゴーストが異常によくできてて,きて,てああそうだね AI なんだけどぶっちゃけこれ、えー、と格闘ゲームのみならずと言ってもいいぐらいなんだけど、うん、まあ、格闘ゲームジャンルでは間違いなく。はい 本当にこれ今のところ世界で一番多分いい<ー>賢い AI 入れてるじゃあもうそれで全然練習できるみたいなそうそいつをその自分でその育てた AI をた例えば友達の AI 引っ張ってきてやった時にその友達友達が <laughs> だったらじゃあ例えば独楽が僕の俺の AI 引っ張ってって、はい、あの そのボこぼこにされ、されたら、まあ俺悔しいから、自分もっと上手くなると思う。間接的な対戦みたいになるわけですよ。まあそうですね。そのエーアイ倒すっていう。本当本人が上手くなる、と本当にゴースも強くなるんで。だから、対戦いきなり怖い人っていっぱいいると思うの。だから、すっごい面白かったの、クローズネットワークテストの時も。のびんっているでしょう。のび、プレイヤーが、のびプロプレイヤーがいる部屋に。 こう本当にあのファイトラウンジってあのゲームバーチャルゲーム戦みんなオンラインで本当に並んでん対戦協会<ー>昔のゲーセンみたいに <laughs> ずらーそう,そう,、ね、そう,そうずらーって並んでて、はい、すっごい有名人がいるからってって、はい、でだけどあのそれ以外にも結局みんなのみの周りでこうゴーストのみのゴーストをダウンロードしてゴーストと対戦中っていう人は<ー>周りで座ってる人がゴーストと対戦中になってるわけ全員。 強い人と直接戦うの,やいやボコらんのやだし、うん、でもどれぐらいなんだろうってやって、はい、う,うわっいとかあうまいみたいなのが本当に味わえるようになってるんでへ<ー>これはこれはね一個バリアを取,り取っ払ってますあのゲームセンターで初めての乱入って、うん、手が震えるっていうのめちゃくちゃ緊張しますからねからめちゃくちゃ緊張しますから、ね、あれは CPU 戦だったら怖くないわけであと CPU じゃつまんないんだけど、うん、でもほとんどどぐらのコピーほとんどあの伸びみたいなものであれば。うん ゃん。ああこんな感じでうまい人ってこんな感じなんだみたいなじゃあまだまだだなと思うかあれこれ俺ワンチャンあるんじゃなくて体勢にいけるかみたいな <laughs> そういうそういう意味でうと階段をね急にしてるんじゃなくてこうなだらにできるのがゴーストって存在なんですけど、はい、この AI ゴーストが非常によくできてるんで<ー>さっき今いろんな要素を言いましたけどそういうふうにいろんなアプローチで入ってくきやすいようにした上に入った時にこう階段がちゃんと。 コンコンコンはいじゃあここまでねのどうぞじゃなくて、うん、ゴーストみたいな一回挟んでで対戦に行ってみようかなって気にさせるみたいな仕掛けをいろいろやってるという感じですね、うん、はい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 あとはやっぱりファイトラウンジがでかいね、うん、そのストレートファイターでいうとバトルハブなんだけど鉄拳、ね、の場合はもうちょっとなんだろう本当に街をイメージして作ってるからちょっとしたラスベガスみたいなのを切り取って、はい、タウンみたいにしててはい、はい、その中にバーチャルのゲームセンターを用意してて。 でそこに要はあのほら前まさに道路脈がくやったらこう学校終わりに一回ゲームセンター必ず通ってたじゃんいやもう絶対行ってましたそんな感じで今日もちょっといったん今日,今日晩御ごはんも食べたし寝る前に一回、はい、みんないるかなって、うん、夜バーチャルゲーセンっていうのがいわゆるあのファイトラウンジですね、はい、鉄拳ファイトラウンジっていうのがあって、はい、寄ってみたら「あー今日もいっぱい人がいる、うん、あいつがいる」って言って「もう今日食べ 食べるだけで寝るとかっめっちゃありますから、ね、もしくはもしくは有名なプレイヤーそこの部屋にいるらしいって言ってそこのルームにみんなで行って、うん、ゴーストを対戦ダウンロードさせてもらったり <laughs> もしくはちょっとアドバイスをもらったりみたいな、うん、そうコミュニティから入っていく特になんか対戦でとにかく負けて覚えろじゃなくて、うん、コミュニティにまず入ってもらうみたいなところのアプローチもしてるし、うん、まあそういう意味で言うとかなりえっと。 今回からやる人を意識して作ってはいますね。なるほど。あ、でも確かにその初心者のためっていうか、行 <laughs> ってもらいやすいその制作として、そのワールドツアーとかそのモダンとか言ったんですけど、確かにそのここまでが一番大事ですね。ほぼ。それは確かに目から鱗というか。そうなんです。うん。それだったらそれうまかったやっぱり。 うん、特に国内のプロモーションはそこれがうまくて、うん、今回は誰でもできるぞって噂が噂とその情報の広がり方がすごかった。